ックが待っておる。ありがとうございます。もう渡ってよいぞ。兵は倒した。痛めつけましたか。なぜお主が気にかける。このまま日吉の湯へ向かえ。油断するでないぞ。はい、そうします。できるしかないんだ。いつか穏やかな旅に出ようか。いや！走れ、ソラ！
かけろ、トラ。走れ、ソラ。よし。お助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣いでたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことはあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣わし獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なれぎりで、最後の獣が発るほど雨雲去りて空は晴れ、対馬は子供の中にけり。その後重則隠れすみて出会う者もまれなり、類いなき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた
獣シーゾ剣との思いになればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。孔子が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？犯人を見たのか？知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ、蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先